メイク動画を撮ってないなと思ったし、前載せた毎日メイクとだいぶ変わってるので、ちょっと撮ろうかなと思って朝一寝起きパジャマで撮っております。まだね、寝起き5分後ぐらいでむくみもやばいんですけど、まあとりあえずメイクしていきたいと思います。なんかね、まだねこのモニターを見る癖がなかなか治んなくて、カメラ見て話すっていうのがなんか違和感なんですよね。まあとりあえずやっていきたいと思います。そのうちカメラにも慣れることでしょう。メガネを取って髪を縛ってコンタクトを入れます。カンナロゼのグレー、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、グレーのカラコンをもうずっと使ってます。あ、手は洗ってあります。ちゃんと巻いてるみたいになっちゃった。ティッシュ取ってきます。よいしょ。なんか久しぶりにメイク動画を撮るのがなんか変な感じ。ではメイクをしていきたいと思います。まず一番最初に使うのはラ・ロシュポゼの日焼け止め乳液です。これはもう直にこういきます。なんか本当にね、メイクめっちゃ適当なんで参考になるかわからないんですけど、ちょっと参考にしてください。参考になるかな、こんなんで。これはちょっと割と白くなるので、ちゃんとこっちの下まで耳とかまで伸ばしていきます。なんかちょっと風邪ひいたっぽくて鼻水が出る。なんか最近よくなんでそんな肌白いんですかって聞かれるんですけど、多分365日欠かさずに日焼け止め塗ってるからだと思います。次はこのベアミネラルのプライムタイムっていう化粧下地。これすごい毛穴隠してくれてサラッサラになる。私割とツヤよりマット肌が好きなのでこれ使ってます。この顎、おでこはまあいいやって感じで省きます。これもペペペって伸ばしていきます。伸ばしました。そしたら次はファンデーションを塗っていきたいと思います。ファンデはまたベアミネラルのこのスティックタイプのファンデを使います。色は一番明るい色です。こう見えるかな、この口の横と鼻とちょんちょんって。おでこは塗らないです。と目の下、こっちと見えますか、こんな感じです。なんかここにプツってできてるんだけど、なんだこれ。じゃあ手で伸ばします。なんかスポンジとか使うのはめんどくさいんで、基本ファンデはもう手でペペペって伸ばしちゃいます。このファンデとか下地以外は基本プチプラで、もう 2,3 年同じの使ってたりします。はい、こんな感じで軽く広げたら、まあずっと使ってるんですけど、このナーズのコンシーラーで、ここにプツってあるので、これと、あと私赤みが出やすいので、この鼻の横だけちょっと軽く。はい、そしたら次はこのなんだっけな、コスメデコルテのパウダー。これはいつだっけな、まあ、誕生日の時にチームティラノのみんなからもらいました。それをずっと使ってます。あんまなんか全然減らないんですよね。これはピンクとラメが入ってるパウダーになってます。これをもうおでこから、眉毛の上とあとまぶたの上はちゃんとのせるようにしてます。下まぶたもアイシャドウが崩れてこないように、あとシェーディングを塗るので、こういう顔周りのところもちゃんとパウダーをつけていきます。シェーディングはもうずっとこのキャンメイクを使ってます。もうがっつり、なんかもうここの顎のラインを絵で描いてますぐらいのレベルで描きます。ほっぺに肉がすごいつきやすくて、ここの線が消えるんですよね。だからこの線をちゃんと描いていきます。これが割と薄付きなので、あんまり入れすぎないように。
そしたら次は眉毛を描いていきます。眉毛はこのパーフェクトアイブロウっていうやつをずっと使ってます。これも全然なくならないんだよな、なんでだろう。眉尻からこんな感じで、失敗したなと思ったらこうなんか手で適当に、今はね前髪があるので眉毛は適当ですよ。眉毛こっち描いたらこんな感じです。そしたらこっちも描きます。ちょっとね鏡見ながら描きますね。なんか左右非対称なんですよねまあいっか、別に前髪で隠れるし。はい、そしたら眉マスカラはこのヘビーローテーションのアッシュブラウンっていう色です。これもう高校の時からずっとこの色を6年ぐらいずっと同じのをリピートしてます。なんかこっち変、まあいっか。したら次このキャンメイクの19番を使います。最初にこの薄いベージュからアイホール全体に塗ります。見えてなかったね今。では次はこのピンクっぽい色を二重幅に塗ります。同じ筆で、はい、こんな感じ。ここの3分の1のところにも塗ります。こういう細めのブラシでこの下2色を濃い色2つを混ぜて、目尻ちょっと塗ります。茶色を少しだけここに塗ります。こんな感じ。こっちもたらさっきのこのアイブロウのペンシルのこのパウダーの方で涙袋の影を描いていきます。笑ってここら辺にこんな感じで、まあ適当です。こっちも笑ってはい。そしたら最近発売されたこのミシャの割と大粒のラメなんですけど、これ色は01番のベージュです。これを涙袋のこうラメのところに塗っていきます。笑ってここに、はい、こんな感じです。下をラメにしたいので上はラメはつけないです。そしたらビューラーでまつげを上げていきます。結構根元からがっつり上げます。はい、そしたらマスカラ下地なんですけど、これめっちゃおすすめなんですけど、本当にカールが取れないです。雨降っても風がどんだけ吹こうが、シャワー浴びてもカールが落ちないぐらい本当にカールキープ力が天才級です。色が透明なのでこれ1本でもなんかちょっと束感が出るのでマスカラいらないぐらいの勢いです。下まつげにはこれは塗らないです。乾かしてる間にアイラインをね少しだけ引きたいと思います。アイラインはずっと同じやつ使ってるんですけど、ヒロインメイクのブラックブラウンみたいな、黒でもなく茶色でもなくっていうカラーです。これをチョンって引きます。チョンってね、本当に軽くこれぐらい、こんな感じで引きます。そしたら目頭もちょっとだけ引きたいと思います。目はこんな感じです。はい、こっちもアイラインが引けました。そしたらさっきのねマスカラ下地が多分もう乾いてるので、このモテマスカラのボリュームタイプをほんと色付け程度にのせます。
然入ってない中が。そしたら次チークを塗ります。チークを最後に塗る理由はアイシャドウの色味とかによってちょっとチークのね濃さを変えないとなんかすごいメイク濃い人みたいになっちゃうので最後にいつもチークを塗ってます。これね前のメイク動画も同じやつ使ってたんですけどスイーツスイーツの色が6番です。ここの一番高い骨の下ぐらいですね。ここら辺にこうここを避けてこう半円を下に描くようなイメージでチークを入れていきます。こうね、はい、こんな感じ。チークが入れ終わったらハイライトをしていきます。もうずっとこれ使ってるんですけどリンメルのクリームハイライトの004番のゴールドです。このゴールドが一番ねなんか生っぽいツヤ感を出してくれて本当にもう大好きでずっと使ってます。これをこう手に取ってこの一番高いところに、わかるかな、伝わってほしいな、これ目の横のところ入れてここの目頭のところに入れていきます。こんな感じ、こっちの方が伝わるか。次は鼻筋のところにちょんちょんって適当に、そしたら次この上唇の上のところに塗っていきます。そしたら顎、そしたら最後にリップを塗って完成です。最近よく使ってるリップはこのロム&ちょっと発音が分かんないんですけど韓国の通販サイトで1000円ぐらいだった確か、これのディープソウルっていう色です。外側までパキッとしたリップはあんま好きじゃないので中央に塗ってぼかします。そしたらこれを伸ばしていきます。こんな感じで伸ばしたらちょっと薄いので中央の部分だけもう一回重ね塗りします。はい、そしたらこんな感じでメイクは終わりです。ちょっと前髪が、寝起きで何のセットもしてなくて、はい、で前髪を出したらこんな感じです。やっとメイク動画が撮れました。長らくお待たせいたしました、申し訳ない。ちょっとでも参考になったよって方だったり、なんかここ変じゃねっていうところだったり、お前ここはなんかもうちょっとこうした方がいいぞっていうところとかあったらぜひコメントしてください、お願いします。今日も見てくださって本当にありがとうございます。はい、って感じで終わりたいと思います。ぜひ次の動画も楽しみに待っていてください。バイバーイ。バイバーイ。